皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。今日も、旅先の高橋さんとつないでお送りしたいと思います。高橋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。今日のテーマはですね、実はね、チャット GPT なんですよ。おぉ。はい。なんでね、こんなもの、私が興味を持ったか、普段こんな話取り上げないのにさ、なんで興味を持ったかっていうとさ、まぁ、ちょっと正直なところ言うとね、実はさ、この間ね、あるってご飯食べながらね、テレビ見てたらさ、うん、あるあの著名なね、コメンテーターの方がさ、チャット GPT 使ったことありますかって質問を MC の方に振られて、いやいや、私はしょっちゅう使ってますよと、こんな便利なものありませんと、ね、っていう答えたわけ。で、その理由がね、まあ私コメンテーターなんかやってるから、いろんな問題振られるでしょうと。うん、でその時に事前にちょっと予習するのにチャット GPT は非常に便利なんですと非常に正直にお答えになってたわけ。でそれを聞いてほーなと思ってさ、びっくりしちゃって、そんな便利なものかと思ってチャット GPT を私もちょっとやってみましたっていう、それがきっかけなんだよ。どう思うこの話。まあ、テレビのコメンテーターはそれにやっていけんだろうな。まあ、いやいやいや。いや、実際はね、多分ね、どこまで本当か知らないけども、まあ、そういうふうにおっしゃったってことは、まあ、下調べでチャット GPT 使ってる方が多いってことなんだね。チャット GPT の、話をすればさ、うん、まあ、普通は検索ってなるでしょ、ネットの上で。うん、はいはい、検索して、その検索して自分でこういうのを集めて、組み合わせるっていうのが、うん、そういう作業してる人から見たら、そのチャット GPT は、その検索していろんなのを組み合わせるっていうのをいっぺんにやってくれるって感じ。まあまあまあ、そうそう。そうそうそう。はっきり言えばそうだよね。うん、そう。うん。だから、でも役に立つって正直言って思わないけどね、私はね。ああ、そこのところ来たかったんだ。あなたはチャット GPT 使ってる？私のね、YouTube チャンネルあってね、はいはい、あのね、会員向けのやつっていうのは、実は、はい、高橋陽一隊でチャット GPT をいつもテーマにしてるんだよ。ほう？どういうことかというと、どういうこと？会員の人からね、質問が来るでしょ？はい。その質問をチャット GPT に答えさせるんだよね。あ、なるほど、なるほど、うん。はい。それで、そのチャット GPT をどんだけ上回れるかってんで評価してくれって、そういう、催しをずっとしてる。なるほど。いや、まさに私、それを今日聞きたかったところだったんだよ。チャット GPT を上回るのはすごい簡単だから、だからチャット GPT はこういうふうにバカだねって、そういう解説をずっとするんだよね。ずっと、それで番組を作ってるわけね。なるほど。いや、そうか。いやいや。GPT なんて特に日本語だと2021年か22年かな、うん、2001年のね、データまでしか入ってないし、うん、それにさらに言えば、インターネットのね、平均的な話しか出てこないし、その通り。あんなの、クリアするの、クリアっていうかね、ここはダメだねっていうのは簡単だから、うん、これでわざとやって、ここはこれ足りませんね、足りませんね、つってね。ちなみにね、ちょっと英語で聞いてればこうなってて、英語でもこれは足りませんねって、そういうのを現地やってる。うん、なるほど。それで番組作ってるわけだ。だって、あんなレベル低すぎてさ、あのまま行ったらさ、恥ずかしいって出るの。ああ、全くそうと。いや、それで、今日はね、ちょっとね、用意しました、フリップを。うん、チャット GPT、まず1枚目ちょっと出してくれるかな。これね、さっきね、私が日本語で打ったのね。で、岸田政権は解散できるか、それから最近の米中関係はどうなっているか、それから、ウクライナ戦争は停戦できるかっていう、この3つの質問をね、出したわけね。うん、ところが、問題の答えはさ、もう本当も全然ダメで、一番最初の解散できるかなんてのはもう全くダメ、お話にならない。それから、最近の米中関係どうなってるか、これもね、もうはっきり言って2年ぐらい前の検索のデータを集めたような話で、これも全然どうしようもないわけね。で、ウクライナ戦争停戦できるかって言ったらね、これもなんかピント外れな答えが書いてるわけ。しょうがない。ね、これが1個目。で、3つ目のフリップも、2つ目のフリップもちょっと出してくれる？ 2 つ目はね、ロシアのプーチン体制崩壊するかって聞いたわけ。うん。そしたらね、答えが、反発がどうのこうので、実際には開会総政治の波に押されて、崩壊することは難しいと言われてますっていうふうに、日本語でまず出てきたわけね。
うん、で真ん中はね、じゃあちょっと英語で聞いたらもうちょっとまともな答えあんのかなと思ってね、英語で同じことを聞いてみたわけ、うん、そしたら英語の答えまでね、全くこの日本語の訳と同じ答えのこれはひょっとしたらな、英語のやつを日本語訳したのかもしれないね。あ、そうそうそう、どうもどうもそれ、うん、それっぽい、英語の方を日本語の訳してる、そうそうそう、うん、それで3番目はね、全然ちょっと変えてね、結婚式での面白いジョークを教えてくださいって書いたわけ。うんうん、そしたらね、これ面白いものって言ってんのにね、全然面白くなくてさ結婚式で雨が降りました、いや今日は結婚式では祝福会なんです、笑い、どこがおかしいんだ、全然おかしいね、から面白くもなんでもない、それから2杯のシャンパンが用意してあります、どちらも男性用です、笑い、これどこがジョークなのと、うん、っていうことでジョークも面白くなくて、うん、私の結論はチャット GPT は全然くだらねえなっていうかさ、何世の中こんなもん騒いでんのっていう。全だからこれで使えるって言ってる人の気が知れないし、そんなの。そうなんだよ。あの前から言ってたんだけど、専門家だったら、うん、ウィキペディアは、はっきり言って、ウィキペディア見せられて、ウィキペディアでどこが上位に違うかって言えないと、専門家では実はないんだよね。ああ、はい、はい。このチャット GTP っていうのは、せいぜいウィキペディアレベルなんだよ、大体は。ウィキペディアよりもっと低いよね。全部集めちゃうからな、うん、要するに全部集めちゃうから、ウィキペディアをもう中に入っちゃうかもしれないけどね、うんうん、まあ、せいぜいウィキペディアレベルで、結構いいのはね、例えばいろんなのね、試験の回答あるでしょ、はいはい、あれを調べるときは結構いいんだけどね、それはそれに、で回答がネットで出てるときには、それをそのまま持ってくる。うんうん、回答って試験ってどういう試験？数学の試験？だからいろんな、大学の入学試験とかそういうのもいいんだけどね。あ、入学試験、はいはい。そうそう、そういうの、回答が出てるものであると、それそのまま持ってくるから、うん、そこだけがちょっと使えるって。なるほど。うん、でも、それ、大学の入学試験の回答を検索調べても簡単に出てくるからさ、それはもう、ちょっとわざわざ使わなくてもできるんだよね。ああ、そういうことか。それで、チャット GTP でやると、どっから持ってきたか分かんないから、もうはっきり使えないんだよ。ああ、出所がはっきりしない。大体さ、そうそう、引用はっきりさせないね、マスコミが使えるかもしれない。マスコミは使うかもしれない。マスコミはさ、はっきり言って全部さ、人からパクってるね、全部はっきり書かないでしょ。私ね、いつもね、大学院とか大学の指導するんだでしょ、マスコミの人の論文すっごい嫌なんだよ。お前これ自分で言ってねえだろってのたくさんあるんだけどさ、自分の意見、人の意見のパクってのは自分のように書くじゃない。これは困るんでね、全部引用書かなきゃいけないんだけど、だから引用書かない人にとってみると、チャット GPT は便利なのかなと思ったよ。ああ、なるほど、なるほど。こっちは引用書かなきゃいけないからさ、検索してさ、やっぱりうちのオリジナルを書かなきゃいかんじゃない。そうそうそう。そうそう。だから、これね、引用ね、書かないでいい人向けなんだよ、結構これ。あ、そうだね。うん。だからよくマスコミの人がさ、チャット GP で褒めるのはさ、あんたたち年中引用書かないからね、って、それと同じだから、こういうのいいと思うんだろうなと、私なんかはそういうと思っちゃうくらいだよ。そうそう。テレビのコメンテーターなんて引用なんか絶対明らかにしないからね。ダメだよな、ほんとな、ああいうのって。だからさ、引用きちんとしない人向けだよ、これ。うん、元 NHK の人とかね。なんだっけ、そうだったのか、なんとかだったので、池上 MeToo の人ね。引用なし。引用なし。ああいう人には向いてんじゃないの？ああ、そういうことだね。うん。でも、正直言うと、引用なしでだと、私では使えないから、はっきり言ってダメなんだよ、チャット GTP でやると、うん。うん、そうね。うん。いや、まあね、私はね、現代ビジネスのコラムは、まあ、あなたもお気づきの通り、もう、努めて、原点というか、引用は全部明らかにしてんだけどね。うん、私はね、うん。特に英語のものは全部あるからさ、ネットに。うん、だから、ネットの、さ、サイトの、なんか URL を書いてないのが、すごく多いんだけどさ、うん、日本の中ではね。そうそう。そういう人の、そういうのを平気で書く人にはチャット GTP はお手軽かなっていうふうに思う。そう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 。本当だよね。こっちはさ、引用しなきゃ、引用をきちんと書かなきゃいけないから、チャット GTP なんかどうしちゃったらなんだか分かんなくなっちゃうね。そうね。逆に言うとね、なんていうの、だから私日本語の記事はもうほとんど読まないんだけどさ、英語の記事は、まあ基本重要なポイントに関しては全部、出典が全部出るからね、一応。うん、だから、まあ、英語の文献だと、引用も、まあ、比較的しやすい。う
っていうことだな。それとね、さっきね、実はこの番組で技術やってくれる方にちょっとその話話題してたら、彼がね、実はね、公務員試験のね、例えば数学の問題、算数の問題なんかね、作らせるのにチャット GPT 便利ですよって言ったんだけど、そういうことある？あるからね。答えがある。問題ある。そういう問題がたくさん出てるからね、ネット上で。それだから便利。ネット上でそういう問題が出てるから便利なんだけど、でも、そのね、公務員試験だと、私は公務員試験を試験員してたけどね、引用をきちんとしなきゃいけないから、これもね、部内では。使えないあれ。ああ、そういうことか。うん。で、実際に解いてやらなきゃいけないから、チャット GPT 使うと、なんか過去問と一緒になっちゃうんだよね。なるほど。過去問と一緒はちょっと使えないね、正直言うとね。だから、私も公務員試験で試験してたからね、その時にね、全部オリジナルで作ったの。全部オリジナルでね。全部オリジナルで、もちろん。ああ、そうね。全部オリジナルの問題で作らないとダメで、だから人の意見、人の都合を持ってくるのは、何点かな、公務員試験の練習みたいには使えるかもしれないけど、要するに試験員になって、試験問題作ったら無理だよ。試験問題を作る人から見たらあれは使えない。なるほど。完全にパクリになっちゃうからね。そうね。そう。だから、要はだから、あれがね、役に立つっていうのは、ものすごいレベルの低い人だと思うよ、そうだよね。でもさ、世の中にはさ、チャット GPT がね、なんか人間滅ぼすとかさ、チャット GPT が社会をひっくり返すとかさ、何を言ってんのかと思ってた。ネットのように平均的な意見を集めてきて、わけのわかんない文章を書いてるっていうのは、チャット GPT だよ。そう、その通りでした。だから、いつもさ、私さ、自分の YouTube チャンネルでさ、チャット GPT をはるかに上回るね、回答を出すのは、それ楽しみにしててさ。そうね。はい。というわけでした。今日は高橋さんのこのチャット GPT 対高橋の対決がもうすでに番組に成立してたってことは知りませんでした。でも、まさに今日はそこをお聞きしたかったと思いました。はい。どうもありがとうございます。はい、どうも。はい。はい、どうも失礼します。はい